皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。ハズレ商品つかむ天才タイピョンと申します。新年明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。正月といえばラジコンですよね。お年玉握りしめておもちゃ屋さんによく行ってました。パッケージの表面しか見えないファミコンのクソゲー買って、クソゲーと気づかずにひたすら楽しんだことは懐かしい思い出ですね。今なんてレビューを見て買うから外れ引かないんですよね。ということで月2万円というお小遣いの中でラジコン部品買ってきました。みんな大好きスポーツチューンモーター1125円。新品モーターの箱ってなんでこんなにロマンあるんでしょうか。あとは G-Force のブラシモーター用のアンプです。名古屋の楽星モデルで買いました。確か2400円ぐらいだったかな。今ヨコモのブラシレスモーターがついてて、車体に対してパワーがありすぎて楽しめないということで、今回ブラシモーターとブラシモーター用のアンプを買ってきました。早速サクッと交換して走らせたいと思います。少ないお小遣いといっても YouTube の収益があるだろうと思う方が多数いると思いますが、 YouTube の収益は家庭内部きちんと話し合って完全出来高制にシフトいたしました。2万円未満の収益だった場合は 100% 家計費として吸収されます。なのでそれ以上稼がないと私の手元には残らないという謎のシステムです。結婚って素晴らしいですね。なのでこれからもぼちぼち頑張りたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。で今回3000円くらい頑張って使ったら、その頃ラジコンのね YouTube で有名なソノランさんはね、レーサーの YZ 買って10万円近く突っ込んでるっていう、本当に羨ましい。あーいいな。でもよそはよそ、私は私なので貧乏ながら楽しみたいと思います。ちなみにグラスホッパーならスポーツチューンモーターでもオーバースペック気味に楽しめると思います。モーターの交換が終わったので、ブラシレスモーターのアンプからブラシモーター用のアンプに交換します。青いアルマイトのヒートシンクが中二心をくすりますよね。配線の取り回しを考えつつ、取り付けが終わったらタイラップで配線を固定してボディを付け直します。以前の動画でリポバッテリーが入らないと言ってたんですけども、コメント欄で入ることを教えていただいたので、プラグを逃がしつつ力技を使うことで入るようになりました。早速動作チェックしてみます。ステアリングの動きがすごく悪い。悪いというレベルじゃなくて異常です。最初はプロポとサーボを疑って切れ角を縮めてみたりとか、いろいろと設定し直したりリセットしてみたんですけども、改善されません。気づかないふりして外を走らせてみます。
ある一定の電流が流れるとカットしているようですね。ステアリングだけでなくスロットルも数秒間握っただけでカットされます。走っているとアンプからピッと交換音がして止まります。これは絶対に G-Force のアンプが悪いに違いない、そう思ったのでワイルドウィリーについているタミヤのアンプを用意して切り分けを行います。このワイルドウィリーは普段車に積んでいて、キャンプとか友達ファミリーと遊ぶ時に出すとめちゃくちゃ受けがいいんですよね。なんせ速くないので子供でも女性でも誰でも楽しめるので気に入っています。グラスホッパーもそれに似た感じのポジションに持っていきたいんですけど、こんな感じで全く動いたり動かなかったりするんじゃせっかくですけど使い物になりません。念のためもう一度現状をチェックします。やっぱり小さな動きは追従しますけども、動作を速くするとか動作の量を増やすというような、電流を大きくするような感じにするとやっぱりバグります。そこでタミヤのアンプに交換してみると全く問題ない動きをするので、やっぱり G-Force のアンプが悪いようです。ある一定以上の電流が流れると動きをセーブしてるみたいですね。購入した楽星モデルさんにダメ元で電話しましたが、ダメ元の通りダメでした。結局メーカー対応となりますので、お客様からメーカーに連絡した方が早いよとのことで G-Force のカスタマーに連絡しましたが、お正月休みというね、もうなんかちっちゃい時からこうなんですよね。プレステだったりプレステ2だったりプレステ3だったり Xbox だったり、他の家電製品も大体そうなんですけど、大体ハズレ製品掴むんですよ本当に。そんな感じでね、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。